にちは、エムズヘアメイクアップの松本恵理子です。今回も実はお客様に来ていただきました。ありがとうございました。はい、今回は、お悩みちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、なんか悩んでることとかこういう風にしていただきたいなみたいなのありますか？ちょっと鼻を小さく見せたいのと、顔も小さく見せれたら嬉しいな。小顔系で、はい、はい、わかりました。じゃあ今回ちょっとそちら鼻の部分とか小顔にできる、ポイントを教えていきながらやっていきたいなと思います。じゃあ変身スタート。こうしてストレートかけてから巻き込むとか。ベチョってしてるんじゃなくって、柔らかさとこの水分が入った感じ、これ今覚えておいてもらって、ファンデーション今塗り終えてるんですけど、鼻をちょっと小さく見せたいということで、まあ、これは一個のポイントなんですけど、鼻を小さく見せるために、まあ、ここの周りに、まあ、シェーディングとか、まあ、暗い色を入れるっていう点もあるんですけど、そうしてしまうと塗った感がすごく出てしまいますし、私のそれ概念なんですけど、顔にくすんだ色をのせるっていうのがすごくあんまり好きじゃなくて、せっかく肌っていうのはね、こう透明感を出したいのに、ちょっと暗い色をここの、しかも鼻の中心のところに入れていく、顔の中心のところに入れていくっていうのは、なんかちょっとくすみが出るなと思っているので、私は鼻の印象を小さくするときは、明るめ、本人の肌よりもちょっと明るめのコンシーラーを使います。鼻になるべく細めに入れていきます。で、これを溶かしていきます。なるべくこう外に出ないように、この一線が明るく見えるように、この高さだけが綺麗に見えるので、印象的に小鼻の部分っていうのが印象が弱くなるんですよ。この真ん中のこの鼻筋が綺麗に見えることによって、なのでここだけを少し明るくしてあげるだけで印象っていうのはかなり変わってくるので、この鼻を小さくするっていう印象よりも高く見せることによって鼻の印象を小さく見せるっていう方法になってます。そういうふうにすると結構こうシュッとした綺麗な鼻に見えてくるので、ぜひやってみてください。とにかく眉毛が大事って言ってるんですけど、眉毛でかなり印象が変わります。まあ、今ねとっても綺麗な眉毛なんですけども、この眉毛をちょっと描いていきます。どんな方でも描いた方がいいと思ってる、描くか、まあ、整えた方が絶対いいと思うのでやった方がいいなと思うんですけど、まず、まあ、眉毛今こういう風にありますけど、眉毛って眉頭の方に印象が強くつくと、まあ、きつい印象、怖い印象、または意志が強い印象になります。まあ、今回ちょっと爽やかな感じっていうことなので、眉尻にちょっと強めな印象を持っていきます。まず私は必ず眉尻から描いていくので、男性の場合は、まあ、めちゃくちゃしっかり描くこともあります。例えば韓国メイクとかの時はもうしっかり輪郭なんですけど、今回自然なメイクなので、ふわっとした印象で描いていきます。黒では絶対描かないでください。その韓国メイクの時はしっかりするので黒を使います。でももっとやっぱ柔らかい色、このぐらいの本当に柔らかい色で眉毛のムラをなくすような印象で描いていきます。で、眉毛の描く時のコツとしては、上に描いてしまうと男性のねイケメンゾーンというか、この眉毛と目の幅は短い方がいいんですね。かっこよく見えるポイントなんですけど、なんですけど、なので上に足してしまうとどんどん間延びしてしまうので、必ず足す時は下に足してください。下に足して印象を太くしていく。で、細眉の時代もあったんですけど、今は割としっかりした眉がトレンドで流行ってますし、あと眉毛がしっかり太い方が意志が強くなんか見える、まあ、細いとちょっと弱い石に見えたりするので、柔らかい色で下に足していきます。
柔らかい色でも見てもらうと分かると思うんですけど、印象自体はかなり変わっていくんですよ。これで黒でやってしまうと、はい描きましたってなってしまうので、そうちょっと柔らかいので。でこの眉山が結構大事で、女性の場合はこうアーチ状の眉が似合う子もいるんですけど、男性の場合は必ず眉山を作った方がよくて、その方が印象的にしっかりと綺麗に見えるので、眉山は必ず作ってください。この眉山は印象として作ってあげると、結構ビフォーアフターが出てきますね。本当に今まだ余分な毛とかを剃ったわけじゃないんですけど、本当にそのままこういう風になる。で今、ね、眉尻から描いてるんですけど、眉頭から描いてしまうと本当スタートダッシュですごく濃くなっちゃうので、アイシャドウでもアイブロウでもそうなんですけど、筆にのせたら人に乗った瞬間が一番強く出る、まあ、濃く出るので、それをその薄くしたいところにのせてしまうと結局それをぼかさなきゃいけなくなるので、つけて最初は濃くしたい部分、眉頭のところとか濃くしていいところにのせてます。余った筆についたアイブロウパウダーで前に持ってきます。で今だいたいこっちの方完成したの で眉頭も全く何も しなくていいわけじゃなくて、この幅も広いとちょっと間延びして見えるんですね。近いと、まあ、ちょっときつくは見えています。なのでそこのバランスを取りたいので、今この塗ったものをちょっとぼかしていきますね。今ここぐらいまで塗ってるので、それを前側に少しぼかして、で今ある印象だとこのぐらいまで眉毛があっていいなと思うので、本当に薄い、もう本当に薄い色です。で眉は頭の方にも色をつけて、かなり多分左右で見ても印象が変わってくると思います。眉毛描かない男性も多いかと思うんですけど、多分描いてあげた方が絶対的に綺麗に見えるので描いてみてほしいなと思います。逆側もちょっと描いていきますね。はい、で今描けたんですけど、男性の自分でメイクの時はこれぐらいでいいと思います。私たちはちょっと現場とか、まあ、アーティストさんとか作る時にはさらにアイブロウから使っていきます。毛自体の色を変えてあげることによってかなり垢抜け感が出るので、ちょっと今こっち側からしていきますね。黒髪に合った色も薄すぎないカラーがあるので、こういう風な感じで描いてみます。はい、こんな感じでちょっと眉毛はかなり重要です。私が結構動画であまり眉毛の動画を出さないのは、その人の顔によって本当に違うんですよ。眉山の場所も違うし、眉毛の長さも違う。なのでここですここですっていう風に表現するのがすごく難しいので、サロンでは個人レッスンでやってます。であなたの眉毛はここが必要だよとか、ここを足すためにここを生やしてここを剃ってねっていう風に伝えているので、もう本当に一人違うものだと思って、難しくて当たり前だと思います。なので難しい人は本当眉サロンとかに行って一回整えてもらってもいいんじゃないかなっていつも伝えてるんですけど、眉毛だけですごく印象が変わります。まあ普段よりだと思うんですけど、私たちは綺麗に映る作り方をする。そしたら完成しました。ありがとうございます。今、髪の毛も完成させてみたんですけど、小顔になりたいっていうことだったので、小顔になれるポイントっていうのをお伝えしていきたいんですけど、まずこの今回ね、髪の毛の作り方ですね。髪の毛で小顔にまず見えていくんですけども、まずこの目の端っこ横ここは必ず髪の毛を入れてください。こことここキワキワ、ここが離れてることによってちょっと一回見せますね。広がってみるんですね、顔見て。これとこれではかなり印象が変わります。なので目の横ギリギリに必ず髪の毛を持っていくこと、あとはこの顔の中心部分、もちろん上げる髪があってもいいと思います。なんですけど、すごく小顔に見せたいなとかいう時は、この真ん中のところ、この眉間のところに髪の毛があると、これも小顔効果になります。なので小顔を作りたい時はここを押さえる、こことここですね。でここも広がってしまわないように、遠くにこう広がってしまうとそれも大きくなります。必ず顔に沿って作ってあげると小顔効果が狙えるので、男性の方々ぜひやってみてください。はい、そしたら全体的に
完成したんですけど、どうですか？自分じゃないみたいです。なんかそう、ね、メイク中でもたくさんお話しさせていただいたんですけど、なかなか自分でできるね、セットのスタイルではないと思うんですけど、でも本当に繊細に作ってます。男性の方でも、こう、ワックスをパッとつけて、スプレーして終わりではなくて、一段一段しっかりと作っています。なのでボリューム感がなくならずに、このまま頭を振ったりとか一日中崩れない髪の毛が作れていくので、それも結構うちの作り方の一つなんですけど、こう、まあ、男性だとね、なかなかこうこうは作るの参考にとは難しいと思うんですけど、はい、でもこれだけイケメンに仕上がるということで、はい、先ほどまあお伝えしたんですけど、眉毛とかも、まあ、髪型もそうなんですけど、個々に本当に違うんですね。やっぱりその人に必要な場所だったりとか、こういう風にした方がいいよっていうのが違うので、うちではレッスンを、個人レッスンをしてます。なのでその方に合った眉毛だったりとか、髪の毛のセットの仕方だったりとか、メイクレッスン、ヘアレッスンとあるので、本当に興味ある人はぜひ来ていただけたらと思います。また普通にメイクだけでも、1回してもらうだけでも、今日みたいに1回してもらうだけでもちょっと世界広がると思うので、1回ちょっとプロにしてもらえたらすごく感動できるかなと思ってます。はい、男性の方も本当によくたくさんの方来ていただいているので、ぜひ興味ある方は来てもらえたらなと思います。